認知症になった芸能人5選。恵比寿よしかず。ギャンブルをやめ、散歩と子供を見るのが趣味に。認知症で画風が変わりました。大山信代。ドラえもん、モノクマの声優さん。現在は老人ホームに入居して、社交的な性格で人気者に。小野陽子。ジョン・レノンの妻である陽子さん。現在は車椅子生活で、看護師さんと一緒に生活しています。エスパー伊藤。60歳で老人ホームに入所。半分寝たきり状態。会話は、はいと、いいえくらい。栗田寛一。前頭側頭型認知症。感情を抑えられなくなる特徴があります。モラハラ夫ぶりで炎上したのは、この認知症のせいなのかもしれません。